たたただいいいいまままから外交防衛委員会会を開会いたししすすの異動についてご報告いたします昨日までに安江信夫君、堀井和夫君、および小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君、山本幸子君、および若林洋平君が選任されました。また本日、山添拓君が委員を辞任され、その補欠として上智子君が選任されました。 政府参考人の出席要求にに関すする件についいてお諮りいたします日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改定する議定書の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房、後安倍晋三国葬儀事務局次長、原典久君ほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご意議ないと認め、採用決定いたします。日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の締結について、承認を求めるの件を議題といたします。本件の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。